やはり、危機感は感じる。お金がない。世界中だ。ただ、なぜか。それはすでに、わかっている。働かないから、だ。一番の原因が、イップイップのパワーが一夫多妻、その理屈を、導入できなくなってることから始まり、独裁性を捨てることができない。物理的な話、インターネットが広がりグローバル経済がスタンダードな今。地域で閉鎖して云々、それは現実的じゃなくなっている。その上で、利益は正論から。同じ話の繰り返しだ。インターネットは利用者すべてを平等かつ公平な立場に置くことを基本理念にしていて、それゆえに利益、維持費自体は出るのだが、それゆえに世界中、テロリストだろうと、発言を抑制はできない。自由な発言。はインターネットの存亡に関わる機関だ。それゆえに、どんな些細な否定をもここは拾ってくる。